闇が満天の星の光を照らすとき、疲れた体をソファーに委ね、グラスを傾けながら、お休み前に素敵な音楽で心を癒していただければと思います。こんばんは。今日はどんな一日でしたか？かすみのミュージックストリーム、ご案内は中高年のためのアイドルをしていますかすみです。夜10時を回りました。かすみのミュージックストリーム第51回目の放送です。パーソナリティのかすみです。こんばんは。今日は1月11日、鏡開きの日です。お正月に年神様にお供えした鏡餅をお雑煮やお汁粉にしていただき、一家円満を願う行事でございます。武家社会の風習だったものが一般化したそうです。で、刃物を使って割ってはいけないそうなんですけれども、じゃあどうやってお雑煮とかお汁粉にするんでしょう。私はちなみに包丁使っちゃいましたということで、今日のおすすめ曲、今日はね、なんとなくしっとりした気分でいきたいなと思いまして、かすみの歌うムーンリバーお聴きください。
such a loaded world to see.霞の歌うムーンリバーでした。では今週のお題、2023年に欲しいもの、お金で買えるものでもいいし、お金で買えないものでもいいのでっていうことで募集いたしました。ラジオネームコミタン、コミタン今週もありがとうございます。一番欲しいものは露天風呂です。叶わないと思うけど、自宅に露天風呂が欲しいです。星が見えてね、観葉植物があってさ、もちろんジャグジー付きで、夜はお風呂の中がライトアップされて、歌せ湯とか設備があって、涼むベンチとか置いてあって、スピーカーもあって、音楽もいい音で聞ける宝くじ一等当たったら実現するかもね、ルンルンってことです。いいねコミタンのうちマンションだから、ちょっと露天風呂作るのは許されないかもしれませんね。引っ越すしかないね。うん、かすみのね、お家はねマンションなんだけど、お風呂に窓があって、お外の景色が見えながらね入ることができるんで、窓を開けたらある意味露天風呂って感じです宝くじ当たるといいね。そしたら私も入りに行きますからね、よろしく。続きまして、ラジオネーム大串さんです。大串さん久しぶりですね、ありがとうございます。海外の様々な、染料道具、染め物をなさってるからね、海外にはいろんな色があるのですかね。日本は発想未対応なのでって書いてあります。なるほど、そうですか、ありがとう。お仕事道具を選ぶっていうところは素晴らしいですね、ありがとうございました。ラジオネームひかるさんです。ひかるさん初めてのメッセージありがとうございます。夢は口にすると叶うと言います。お金で買えない努力を伴う家族との時間、少しでも作りたいですね。さらに輝く素敵な一年になりますようにということでいただきました。ひかるさんありがとうございます。そうですね、ご家族との時間、お金では買えないものですね。素敵です、ありがとうございました。会津のよっちゃんからです。よっちゃんも久しぶりのメッセージありがとうございます。かすみ姫こんばんは。夫婦の愛、冷え切っているからな、かっこ笑いって書いてあります。そっか、そうね、女子はね結構意外に単純かもよ。取扱説明書を送ります、聞いてください。西野かなちゃんで取説。この度はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。一点物につき返品交換は受け付けません、ご了承ください。
限になることがあります。訳を聞いても答えないくせにほっとくと怒ります。いつもごめんね。でもそんな時は懲りずにとことん付き合ってあげましょう。定期的に褒めると長持ちします。爪が綺麗とか小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと見ていて。でも太ったとか余計なことは気づかなくていいからね。もしも少し古くなってきて目移りするときは二人が初めて出会ったあの日を思い出してね。これからプレゼントが効果的です。センスは大事。でも短くても下手でも手紙が一番嬉しいものよ。もしも涙に濡れてしまったら優しく拭き取って、ぎゅっと強く抱きしめて、しか直せないから、これからもどうぞよろしくね。こんな私だけど笑ってうなずいて、ずっと大切にしてね。永久保証の私だから。たまには旅行にも連れてって、記念日にはおしゃれなディナーを。柄じゃないと言わずかっこよくエスコートして、広い心と深い愛で全部受け止めて。これからよっちゃん、どう？こういうことなのよ。これやってれば間違いないと思う。よろしくね。今からでも修正できるんじゃない？ということで、続きましてラジオネーム、みえこちゃんです。みえこちゃんもありがとうございます。3年前の体重とボディだ。ということです。太っちゃったのかな？あーね、確かにね。努力でなんとかなるかもしれませんよ。頑張ってみましょうね。ありがとうございました。続きましてラジオネーム、浜松の富代ちゃんです。富代ちゃん、ありがとうございます。かすみさんとフォークダンス一緒にしたい件。昔、懐かしいオクラホマミキサーって書いてあります。私とフォークダンス一緒に踊りたいの？いいよ、踊るよ、いくらでも。会いに来てね、よろしくね、富代ちゃん。ありがとうございました。続きまして、名古屋の大森ちゃんです。かすみちゃん、こんばんは。今週もよろしくお願いします。今年1年健康に過ごせますようにと、普通のお便り、普通おたで勘弁してくださいね。ボツでも大丈夫、
かすみちゃんとつながっていることに感謝です。暖かくしてお過ごしくださいねっていうことです。優しいわね、大森ちゃん、ありがとうございます。普通歌でも全然嬉しいから、どんどん書いて送ってくださいね。ぼつったりなんかしませんよ、もちろんね。ありがとうございます。私たちいつもつながってるわよ続きまして、ラジオネームまきちゃんです。まきちゃん、毎週ありがとうございます。かすみ姫様、こんばんは。先週お正月と思ったら早いもので、もう節分の恵方巻きの話もちらほら聞きますね。今週のお題、2023年に欲しいもの。欲しいといえば様々思い浮かびますが、健康管理のために赤のアップルウォッチが欲しいのですが、その場合は iPhone にしないといけないので、 Android の私には使い慣れしていないし、時計と両方だと高くなるから諦めなくてはいけないかなと思っています。その次に欲しいものは何だろう。本当はマッサージ機も欲しいけど、置く広さがないから…手に入りにくいものが欲しいものですよね。だったら島を買って、お城を建てて、バルコニーからドレスを着ているかすみ姫と一緒に手を振ってみたいので、どなたか島を買ってください、よろしくお願いしますっていうことです。大きく出ましたね、まきちゃん。うん、買ってもらいましょう。誰か島買ってくださいそれとお城も建ててくださいということで、お姫様な気分になりたかったので、この曲を選んでみました。レイキ上田さんの弾くピアノソロ演奏で、眠れる森の美女より、いつか夢で。Thank you.
レイキウエダさんのピアノソロ演奏でいつか夢ででした。素敵でしたね。では来週のお題を発表します。今週末は3月ぐらいの春陽気になるそうなんですが、でもその後はまだまだ寒くなるので寒さ対策していることを教えてください。こんなことすると寒さが軽減するよとか、こんなの着てますとか、なんか寒さに対してね、対策お願いします。私はね、とりあえずたくさん食べます。食べてお腹いっぱいになってると寒さが軽減されるので空腹にしないようにしていますなんかクマみたいではよろしくお願いします。メールアドレスはアイドルかすみ @gmail.com です。すべて小文字で idolkasumi@gmail.com です。寒さ対策教えてください。よろしくお願いします。ではここで、告知をさせてくださいね。3月の19日の日曜日になります。六本木のバードランドでかすみフラワーエンジェルコンサートボリューム9ディスコナイトと題しまして、ディスコ曲、お客様にたくさん踊ってほしいなと思いまして、ライブ会場をディスコ、昔のニューヨークとかゼストとかそんな時代のディスコにしちゃいたいなと思っています。ゲストにDJ& ボーカルのケニーをお迎えして、いつもと趣向を変えた華やかな、にぎやかなライブになる予定です。ぜひお出かけください。3月19日日曜日、六本木バードランドです。オープンが17時30分、スタートが18時30分です。ご予約は六本木バードランドのホームページからか、お電話03-3402-3456、03-3402-3456までお願いいたします。六本木バードランドと検索していただければホームページはすぐに出てまいりますので、よろしくお願いいたします。さあ、そろそろお別れの時間となりました。早いですね。お別れの曲はかすみの作曲いたしましたマイソング私の歌です。今宵も FM 湘南ナパサかすみのミュージックストリームをお聴きくださいましてありがとうございました。今日もお疲れ様でした。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。道しるべは涙で霞み途方に暮れた時にさえ笑われていた。
私の未来照らしてる。あなたと二人で過ごしていたい。思い出の歌いつまでもあなたと歌い続けよう。 Let's sing a song, Let's sing a song。 何度でも7.3